こんなことが起こるなんて思ってもみなかった。異次元とこっちの世界を結ぶ通路、ゲート。そしてゲートの向こうには魔物が潜むダンジョン。ダンジョンの魔物を狩る覚醒者たちを人はハンターと呼ぶ。お疲れ、水篠君。あ、今日もよろしくお願いします。水篠君。はい、こんにちは。誰あれ、みんなして挨拶しちゃってさ。あの兄ちゃんは別名人類最弱兵器なんだ。ハンターの中で一番弱いんじゃないか。ハンターと呼ばれるのが恥ずかしいほど最弱の E 級ハンター、水篠俊。人々は俺を人類最弱兵器と呼ぶ。それじゃあ皆さん潜りますか。行きますよ。それじゃあ頑張りましょう。今日こそやってやるぞ。二重ダンジョンか。こういうのって実在するんだな。全員聞いてくれ。ゲートはダンジョンのボスを倒すまで閉まらない。ゲートがそのままだからあのダンジョンの中にはまだボスがいる。本来こういう場合は教会に報告して指示を待つべきなんだが、それだと他のハンターにボスを奪われ私たちの収入が激減しかねない。この際いっそ私たちだけでボスを倒すのはどうだろうか。危険が伴う恐れがあるから、ここにいる17人の多数決で決めようと思う。多数決の結果には必ず従うこと。俺は行く。俺も行く。私はすいませんが行きたくありません。ということは8対8。水篠君は？あ、行きます。よし、入ってみよう。扉のある部屋というのもまた珍しいな。よし、入ってみよう。雰囲気あるな。こんなダンジョンは初めてだ。あいつがボスなのか。随分長い間人目に触れることがなかったようだな。この石像は何だ。みんな違うもん持ってるぞ。楽器抱えてるのもある。うわ、でっけえ。こいつだけなんて大きさだ。魔獣は見当たらないな。ですね。魔法人。真内さん、ここに何か書かれてるぞ。ルーン文字か。どれどれ。カルテノン神殿の掟。一つ目、神を敬せよ。二つ目、神を讃えよ。三つ目、神を信仰せよ。この掟を守らぬ者は生きては帰れん。おい、扉が閉まったぞ。ゲートの向こう側には時として恐怖でしかなく絶望に限りなく近い怪物が待ち受けていることもある。みんな捨てて。間一髪だった。水篠君が気づかなければ全滅してたかもな。死傷者が一人や二人じゃない。今は彼の言うように動かない方がいい。問題は腕。いや、このくらい命に比べれば安いもんだ。無事だったのは君に従った人だけだ。
俺はただ危なそうな気がして。真渕さん、腕が。歯を食いしばればなんとかなる。止血だけ手伝ってくれないか。このままではまずいな。早く方法を見つけなければ。ここまで力の差を見せつけられると諦めてしまいそうだ。同じくらい強い魔獣が現れて魔獣同士で戦ってくれたら。このダンジョンにはルールがあります。俺の読みが正しければ。みんな石像に頭を下げてください。何バカなこと言ってんだ。頭を下げる。何か分かったのか。神を消せよ。掟通りです。こうしてお辞儀をすれば。これで助かるのか。これしきのことで。攻撃が止んだ。見てくれ、もう攻撃してこない。こっち、こっちだ。まだ終わりじゃなかったのかよ。水篠君、次はどうすればいいんだ。俺に聞かれましても。固まっていると危険だ。城、みんな楽器を持つ石像に逃げてください。演奏してるのか。早くそれを叩いてくれ。早く。どうして。水嶋さん。水木さんはそこから動かないで。ひでえ。どうにか生き残りはしたが、17人もいたのがたったの6人になっちまった。もういいです。大丈夫なので。そこまでにするんだ。これ以上続けるとマナが尽きてしまう。半分以上がやられてしまった。そのうち2人は重傷。腕のことは残念だが、真内さん、これは全部お宅の責任だ。わかっている。なんだありゃ。祭壇、三つ目の掟。神を信仰せよ。ここまでくりゃバカな俺ですらわかる。生贄を捧げなきゃなんねえってことだよな。俺らをここに連れてきたのは誰だっけか。真渕さんよ。真島君の言う通り、私に全責任がある。自分の足で行かせてくれ。真渕さんが悪いんじゃない。兄ちゃんは黙ってろ。私一人の命でみんなが助かるのなら。なんだ。水嶋君、他に何かしないといけないのか。これは祭壇を調べさせてください。何？
が開いた。これで本当に終わりなのか。水篠君、どういうことなんだ。説明してくれ。おい、石像が動きやがったぞ。もう限界だ。すぐにでもあの扉から出ねえと。青い炎はタイマーです。全部消えるとき全員助かるはずです。でもよ兄ちゃん、助かる保証なんてどこにもないだろう。それは俺にだって家族がいる。まだ死にたくねえんだよ。真島君待つんだ。君まで行ってしまったら。残りは3人。ここは最後まで私が責任を取らなければ。君たち2人は行きなさい。まだ先の長い君たちが助かるべきだ。水木さん、水篠君を頼む。はい。あれ、そんな足に力が。マナがそこをついたのか。足が動かない。ごめんなさい。どうしたら。真渕さん、一つ頼みがあります。真渕さん、水木さんと逃げてください。水島さん、すまない。夢だったのか。病院。気がついたようですね。あの、どなたですか。こういうものです。日本ハンター協会監視課。そんな方がどうして。俺、3日間も意識を失ってたんですか。他の人たちは無事ですか。はい、ただ真渕ハンターは片腕を失い、水木ハンターは精神的ショックが大きく治療を受けています。ハンターは常に危険と隣り合わせといえど、これほどの惨事は滅多に起きませんし、どういうわけか通報を受けて駆けつけた時にはもう何もかも消えてしまっていたんですよ。あの部屋には水篠ハンターが倒れていただけで、心臓や石像なんて痕跡すら残っていませんでした。そんな。これは我々の予想ですが、水篠ハンター、あなた覚醒後の覚醒をしたのでは。魔力測定器です。こちらに手を乗せてください。どうですか。どうやら失礼なことをしてしまったようです。申し訳ございません。なんだ、期待して損した。お兄ちゃん、気がついたの。めちゃくちゃ心配したでしょ。もっと体を大事にしてよ。次また何かあったら、お兄ちゃんがハンターの仕事しなくていいように私が働くから。青い、ひょっとしてこれ見える。これって。あ、ごめん、なんでもない。じゃあさ、ゲーム内の未読メッセージってどうやって読めばいいんだろう。何のことかわからないけど、メッセージボックスを開けばいいんじゃない。メッセージボックスを開く。あ、プレイヤーになりました。とりあえずもう行くね。ちゃんと休んでよ、お兄ちゃん。わけがわからないんだけど入院中にそんな体力あるわけないじゃん。これが何なのかは一眠りしてから考えるとするか。
集して。ここは砂漠？嘘だろ。ペナルティ時間終了まで生存？こいつらの攻撃を全部避けろってこと？クソ！いつまで走らないといけないんだ。それよりここから生きて出られるのか。うわっ！ペナルティクエスト？冗談だよな。意識が戻ってからもう4日、いくつか分かったことがある。まず目の前のこれは幻覚ではないようだ。人には見えなくても俺の目にははっきりと見える。今俺は奇妙な世界を目の当たりにしてる。そういえば今日こそ当たるかな。クエストを完了するともらえるランダムボックス、そこから手に入れたインスタンスダンジョンの鍵、やっとこれを試せるぞ。全ての奇妙な現象が再覚醒の前兆だとしたら挑戦してみる価値はある。人類最弱兵器が再覚醒するとかネタだよな。逃げるのには自信があるから、危なそうなら全速力で逃げよう。まさか出口を塞がれたのか。ここは全くの異次元なんだ。ただのダンジョンじゃない。クリアするまで出られないってこと。ひどい悪臭だ。これは獣タイプの魔獣かも。狼？ここまでなのか。こんな雑魚すら俺より強いとは。ここで怪我したら終わりだ。せっかく命拾いしたのに、こんなとこで死んでたまるかよ。レベルアップすると能力値が5ポイントアップすんのか。マジで俺強くなれるんだ。さてとどうしようか。ボスを倒すまで外には出れない。 E 級とはいえボスを倒すのは可能かも。その前に死ぬかもしれないけど怖がることはない。死んだのも経験したじゃないか。熱く戦おうぜ。生きている限りこの上の毛熱く。だってそうだろ、ここで諦めたら何もかも終わりなんだ。いつまでも下を向いてるわけにはいかないんだよ。強く投げるのならこのふざけたルールにだって従ってやる。俺の判断にかかっている。負けられない。狼虐殺者か。いいな。意外と楽に帰還石が手に入ったな。帰ろっかな。でもこんなに強くなれるチャンスはもう来ないかもしれない。帰還石を使うとこのダンジョンは消えるのか。どうであれ俺は得体の知れない何かの支配下にあるようだ。もしかしてあの下にいるやつなのか。直感でわかる。あの下にいるのは怪物、しかも相当強い。いくら俺が強くなったって言ってもあいつに勝てる気がしない。前に進むか引き返すか。確実に強くなって、いつもの駅の面影ゼロだ。あいつがダンジョンのボス。鱗で覆われていてこの探検じゃ歯が立たない。あの分厚い鱗をどうすれば。俺の判断にかかっている。今がチャンスだ。
やっぱそれでも俺少しは強くなったみたいだな。ゲートですか？魔力を測定中です。急いでください。新しいゲートが観測されました。攻撃隊の募集をお願いします。緊急招集です。今すぐ現場へ向かってください。え、その命からがら逃げ延びてまだ1週間しか経ってない。あの時の光景が浮かんで眠ることもできないのに、ダンジョンブレイクなんて私にできるの？わかりました。できる。うん、やらなきゃいけないんだ。非常に危険です。連携が取れてない。招集したハンターはこれで全部なの？これじゃ拉致が開かない。このままじゃ本当に全滅ですよ。ちょっとお姉さん、早く回復してください。何ぼーっとしてんですか？はい。ったくしっかりしてよ。なんであんなビビってるの？みんながヤバいって分からないんですか？しっかりしてください。ちょっと言い過ぎたかな。うん、あれくらい言わないとあのヒーラーが死んじゃうかもしれないし。ちょっと早く回復させてください。はい。水木さん、1週間が経つのにまだ克服できてなかったんだな。まあ無理もない。いや、克服するんだ。この状況で俺が役に立つだろうか。思ったよりも危険なのかもしれない。さっきまで戦ってたボスより弱い。だったら俺一人でも。防御が崩れたんだ。十数人がかりで傷一つつけられなかったボス級のゴーレムをこんなもので倒すなんて。お兄ちゃんまだ寝てるかな。葵、行ってな。お兄ちゃん起きてたんだ。とっくに起きてたさ。車に気をつけろよ。お兄ちゃん体鍛えてるの？あー、ちょっとだけ。それも筋トレの効果？そんなことより早くしないと遅刻するぞ。確かに筋肉がついた。教会からかな。はい、水島です。やっと出た。何度かけても出ないし、かけ直しても来ないし、今月の家賃がまだ入ってきてないんだけど。いや、すぐに振り込みます。今はお金が必要だ。家賃を払うために何とかしないと。あれ、この募集は。右京隼人です。お名前は？水野俊です。電話でもお伝えしましたが、戦利品の分配はできません。数合わせ代として現金で20万お渡しします。何をすればいいですか？そうですね、荷物運びをお願いします。それでは契約書にサインをお願いします。タンクとダメージディーラーだけの攻撃隊か。めちゃくちゃだな。ダンジョン内で起こる事故に関しては一切責任を負いかねるか。わかりました。どうやら僕たち仲間のようですね。はじめまして、諸菱健太、21歳の D 級です。僕も数合わせで呼ばれました。こいつ、さてはボンボンだな。それでは潜りましょう。出発するみたいですよ。僕たちも早く行きましょう。暗すぎる。コージ、明かりつけてくれ。
だここ。魔獣はいないし。魔獣がいないダンジョンもあるんですか。違う、姿を現してないだけだ。暗闇の中群れで行動し、光を見ると駆け寄ってくる。この音、昆虫タイプの魔獣です。昆虫だと。どっから来てんだよ。全員構えろ。俺が奴らの気を引く。数が多すぎる。コージ、11時の方向、魔法を使え。任せろって。魔法石は9等分だ。助かりました。どうして上から来るって分かったんですか。勘です。勘が鋭いんですね。おかげでスムーズに片付きました。ありがとうございます。まあ、あんまり勘が鋭すぎても困りますけど。はい。ハヤトさん、これ見てください。なんだよもう。それじゃあそちらへ。はい。俺らと戦う前からすでに傷を負ってたのかもしれないな、ボス。それとも、ほう、金の匂いがする。諸菱君、気をつけた方がいい。なんだこの不吉な予感は。ダンジョンの広さはランクと関係ない。内部の把握だけで数日かかることもあるし、数時間足らずでボスの部屋に着くこともある。今回のダンジョンは迷路のように複雑で、移動するのにかなりの時間を費やした。トカゲには気をつけろ。ふと頭に浮かんだ警告、どうしてこの言葉が浮かんだのかはわからない。だけど確かなのは、嫌な予感は外れた試しがないということ。変だな、結構歩いたのに無傷の魔獣をまだ一匹も見てない。さっきから死骸か死にかけばっかだ。ボスはどっかにいますよね。いないならゲートが開くわけないだろう。とにかく今は進むしかない。水島さん、本当にこの先にボスがいるんでしょうか。そのはずだ。縄張りを示す傷跡からするととんでもなく大きなやつ。遅い。心配いりませんよ。どの道俺らが全部倒しますから。でもやっぱり緊張しますよ。コージ、ここ照らしてくれ。はい。おいおい、ボスの部屋だ。これはすげえ。これ全部でいくらだよ。あいつがこのダンジョンの主か。水篠さん、サインした契約書を見せてください。契約書？どうやらあの人たち、水篠さんの分け前を猫ババするつもりです。すみません、ちょっといいですか。右京さん、これ水篠さんの契約書ですが、魔法石の分配についてしか書かれていません。ですので、マナ石は10等分するべきじゃありませんか。もちろんです、公平に分けましょう。分かってますよ。ですがその前にあれを始末しないと。ご存知でしょうが、ボスを倒すとゲートが閉ざされます。その前にマナ石を運び出さないといけません。ジン、装備は。ああ、採掘装備は車に置いてきちゃいました。申し訳ないですが、二人でここを見張っててもらえませんか。装備を取りに行ってきます。ボスの部屋なのに僕と水篠さんだけですか。大丈夫ですよ、よく眠ってます。刺激さえしなければもうしばらくは起きないでしょう。それではまた後ほど。コージ、部屋の入り口を塞いでしまい。入り口が。やはりあいつらトカゲだ。
さすがコウジさん、今回もトカゲの尻尾切り成功っすね。ちょろいぜ。言葉に気をつけろ、あれはただの不慮の事故だ。入り口が崩れたのは魔獣が急に襲ってきたせいだし、ボスが起きたら中の二人が危険だから助けを求めに出てきただけだ。わかってますって、今まで何回やってきたと思ってるんですか。だったらお首にも出すんじゃねえって言ってんだよ。とにかくダンジョンから出るぞ、調べたいこともあるしな。殺しても殺しても湧いてきやがる。お前ら片付けろ。いい加減にしろよ、しつこいぞ。ああ、しつこいってなんだよ。監視課だってバカじゃないんだ。同じ状況の事故が同じ攻撃隊のレイド中に起きたら疑うに決まってるだろ。だからどうだっつんだよ、ゲートが閉じちまえばそれまでだ。証拠がなければどうにもできねえだろ。証拠があるかどうかじゃない、疑われること自体が問題だって言ってんだよ。一度疑われたら監視課の奴らにずっとつきまとわれるんだぞ。全部事故ってことにすりゃいい。何の事故もなしに終わるレイドなんてのがどんだけあると思ってんだ。やめろ、うまく言い繕うことでも考えてろ。俺にも考えがある。それよりもまずは外に出るぞ。ハヤトさん、何かいい手でもあるんですか。大したことじゃねえよ、尻尾が2つじゃなくて1つになるかもしれねえってことだ。俺の考えが正しければかなりの大金が手に入るからな。この辺りのはずだが、引いくれるか。ああ、じゃあ何が言いたい。いや、コウジさんを責めてるんじゃなくて、俺の立場もちょっと考えてほしいっていうか、この前の尻尾切りの時なんて俺が対処したし、監視課で俺だけ集中的に取り調べされてる間、コウジさんもハヤトさんも何も証言しなかっただろ。だから今回も似たようなことが起こったらまた俺が疑われんじゃん。おい、俺がわざとやったって言いたいのか。違うって、怒らないでよ。今からでも遅くないから、しっかり報酬だけ回収して出ようって話。アホか、あいつらが助けてくれてありがとうございますって言って終わりだと思ってんのか。もう怒ったことは取り返しがつかないんだよ。それに尻尾を生かしておけば、結局面倒になるのは俺の方だろ。じゃあ俺のことはどうでもいいのかよ。お前は運が悪かっただけだろ。さっきやめろって言ったのが聞こえなかったのか。ハヤトさん、俺じゃなくてジュンが。コウジ、黙れ。わかりましたよ、ジュン。はい。次の尻尾になりたくなかったら黙って言うことを聞いといた方がいいぞ。おとなしくしていれば本体にいさせてやる。出しゃばんな。はい。沢田コウジだっけ、光を扱う C 級魔法使い。それなりにしっかり塞いでくれてんじゃん。その気になればここを出るのは問題ないが。水篠さん、下がっててください。僕がなんとか。無数にある目、グロテスクな口、長く伸びた足、強さの次元が違う。次元が違う。諸菱君、動かないで。あいつは俺がやる。状態の回復。はい。デイリークエストの報酬を取っておいてよかった。あれがなかったら厳しかっただろう。道を覚えといたから一瞬で出てこれたな。休んでから戻ろうぜ。でもハヤトさん、こんな面倒なことする必要あります？あそこで揉めて雲が起きたら魔の石運べねえだろ。雲があいつらを食ってまた寝てる隙に魔の石を運び出すぞ。それが無理ならボスを倒すしかねえけど、諸菱だっけ、あのガキの装備だけでも満足してやろう。どこのボンボンか調べてみようぜ。
葬式くらい出てやんねえとな。もらえるものはもらっておくか。信じられない。間違いない、この人は不正登録者だ。あの水篠様、魔法石預かりますよ。お荷物は僕がお運びします。水篠様、あれカバンに装備が入ってましたよ。けしからん奴らです。僕が掘って差し上げますね。急にどうしたんだ。命の恩人へのお礼的な。ハエトさん、中から声が聞こえてますよ。コージ、構えろ。奴らが来たようだ。あいつら生きてんじゃん。諸菱健太、なかなかやるじゃねえか。ハヤトさん、どうします。決まってんだろう、やれ。諸菱建設会長、諸菱明星、親父さんだろ。だったらお前に機械をやる。水篠を殺せ。そいつを殺して俺らの共犯になるんだよ。ああ何を戸惑ってんだ。水篠さん、気にしないで。違います、水篠さん。諸菱か、君。おい、そいつの肩を持ち俺らと戦うっつうのか。ハヤトさん、どうします。弱いのから片付けろ。お前ら、人を殺したことがあるか。水城さん、なんてことを。どうして忘れていたんだ。ここはどこよりも弱肉強食の世界じゃないか。システムが俺に殺人を強要する。システムが必要としているんだ、強い俺を。なるほどね。システムは俺を利用し、俺はシステムを利用する。おい、まだ生きてんぞ。コージ、手加減すんな。いや、手加減なんてしてない。死ねや。右京さん、あんたは強い。だけど一つ残念なことを教えてやる。俺はな、絶えずレベルアップしてんだよ。おい待て、殺すな。金なら返す。ダンジョンで起きたことを外部に漏れないと言ってなかったっけ。てめえ、俺の弟が誰だか知らねえのか。へえ、いいじゃん。あれはどうしよう。水城さん、命だけは。ダンジョンが閉ざされようとしてる。急いで出よう。え、ああ、はい。お兄ちゃん、諸菱って人知ってる？え？その人から電話。まさか諸菱君。ここです。用件は？水篠さん、実は。断る。あの聞かなくたって分かりきってる。何かと思えば。20回だけ、いえ、せめて19回だけ。まさか。ギルドマスターになるために免許を取りたいんです。
レイド経験20回以上のハンターであること、あと19回参加しなくちゃいけないんです。そうよ、実は父がギルドを作ろうとしてまして、父が S 級ハンターをマスターに起用し、副マスターには僕の兄を置いてギルドを企業のように回そうと考えているんです。マスターと副マスター間の摩擦は避けられないはずだ。経験を積んでお父さんを説得するつもりなんだな。水篠さんも仲間が必要でしょ。僕も E 級ハンターを連れてレイドを無事成功させたと言われる方が都合がいいんです。それで報酬は？ギルドの事務所に使おうと建ててる建物です。推定時価は30億ですが、もっといくと思います。一つ条件がある。君と俺二人で行くこと。僕と水篠さんの二人で C 級ダンジョンをクリアするってことですか？人数合わせを雇うんだよ。でも危険すぎません？俺たちが無事なら全員無事。お父さんに実力を認めてもらう絶好の機会じゃないか。ああ、なるへそ。ご報告があります。この間 C 級ダンジョンのレイドで8人が戦死しましたが、生存者が D 級と E 級だったんです。逃げ出したんだろう、よくあることだ。いえ、ボスを倒して出てきました。D 級の諸菱健太という人物がかなり高価な装備をつけていたので、 C 級のボスなら倒せないこともなかったのですが、そもそも熟練したパーティーなら苦戦するはずがありません。8人も死んだことが理解できないんですよ。で、何が言いたい？それくらいの疑念は自分で調べることができるはずだろう。それがもう一人の生存者が二重ダンジョン事件でも生き残った水篠ハンターだったんです。水篠？なるほど。でも単なる偶然だろう。あの日使った魔力測定用魔法石は最高級品質のものだ。そもそも再覚醒は滅多に起こらない。よりによって今回戦死した人の一人があの右京隼人ハンターなんです。まさか右京雅人ハンターの兄も？それは確かに引っかかる。お二人のおかげでレイドがスムーズですね。本当にみんながそれぞれの役割をしっかりやってくれているおかげですよ。ともかく本当にありがとうございます。うちの攻撃隊に合流すればそんな心配はいりませんよ。全部嘘ってわけじゃねえさ。ちゃんと黙っていてさえくれればな。マサト、そろそろ支度するぞ。いつでもいいぜ。どうしたんです？攻撃に夢中でしくじったようです。しくじった？ゲートの中で一つ間違えれば人が死ぬんだぞ、分かってんのか？大丈夫ですか？大丈夫です。うちはヒーラーがいないんだから小さい負傷も致命的だ。お前この先は攻撃隊の後ろの方へ行け。俺一人で進んだ方がいいんじゃねえか？俺は俺で、兄貴は兄貴で行けばいいだろう。分かった、緊急事態の時はすぐ知らせろ。誰か俺と一緒に行くならこっち側に来てもいいぞ。じゃあ気をつけろよ。よし、誰も気づいていないらしい。ここまでは順調だ。あとはあいつがおとなしく従ってくれれば。思ったより早く戻ってきたじゃねえか。ところでなんで一人なんだ？あっちには別の種類の魔獣がいてよ、呪いにかかって一瞬で全滅だ。何？っていう理由を作っておいたんだが、でもそんな口実なんてもう必要なさそうだな。あいつ
何のつもりだ。考えてみれば目撃者を全員殺しちまうのが早いよな。どこで話が漏れるかわかんねえし。どういうことですか。つまりお前らは全員このゲートからは出られないってことだ。お前一体何のつもりだ。なんだ兄貴はどうして生き残ったのか聞かれると思ってんのか。血縁だから納得してもらえるだろう。 S 級の弟が自分の兄貴を死なせると思うか。兄貴はただ俺の隣にいたら生き残ったと言えばいい。殺さないでください。お願いします。残念だったな。俺は自分のことしか考えないやつだからな。てめえ、ほら俺の言った通りだろ。なんでお前は俺の計画に従わねえんだ。もともと計画ってのは狂うもんだ。兄貴もよく知ってんだろ。それとも俺が突然 S 級判定を受けたのが尺に触るのか。甘やかしてやってたが一線を越えちまったらしいな。一線？先に一線を越えたのは兄貴の方だろ。恩をあだで返しやがって。そうじゃなくてもいい条件の攻撃隊から連絡があったところだ。今そっちに行くことに決めた。もちろんマサト、お前はお呼びじゃねえよ。兄貴、俺抜きで無事にハンターができると思うなよ。そうかよ、それはそのうちわかるだろうさ。まあいいさ、この辺で別れた方がいい。後から後悔するなよ。朝か。日本は今何時だ。ああ悪い夢でも見てたのか。涙が勝手に流れてきやがる。生き残った二人の情報をファックスで送ってくれ。お呼びですか。俺が日本で人を殺したらどうなる。本気ですか。まだ日本とはハンター犯罪の引き渡し条約が締結されていません。ミスター右京はアメリカ国籍を持つハンターですので、アメリカで裁かれることとなり、政府との交渉次第では減刑も可能と思われます。それはよかった。何者かに兄貴が殺された。兄貴の攻撃隊のメンバーは全員死んだのに二人だけが生き残った。兄貴は弱い野郎のために体を張るような人間じゃない。奴らが兄貴を罠にはめ殺したに違いない。俺がいないと何もできない兄貴だった。スケジュールを調整してくれ。突然すぎてギルドの業務に支障をきたします。いつまで日程が入ってる。2ヶ月先までびっしりです。わかった。よろしいですか。2ヶ月後までそいつらが息絶えないことを願うばかりだ。 D 級ハンター諸菱健太、 E 級ハンター水篠俊。珍しいじゃん。お兄ちゃん最近すっごく張り切ってるしね。遅いと置いてくからな。シークレットクエスト、望むものと必要なものか。祝福されたランダムボックス、まさかまさか入手難易度 S 級のアイテムが出てくると。いずれにせよ潜ってみるしかないよな。ダンジョンの難易度と同じなら、このダンジョンは S 級、生きて帰れる可能性はゼロ。帰還席があるから危なくなればそれを使おう。
んなとこで息絶えてたまるか。自分の力量がよく分かったよ。今のままじゃ城の扉を開けると死ぬ。もう少し強くなってから戻ってこよう。2億あります。あいつらを殺してください。どうして僕が安月給の監視課に入ったと思います？怪物なんかより人を殺してる時の方が楽しいんですよ。 D 級ダンジョン緊急招集か。お？水篠くんじゃないか。真淵さん、人は数ヶ月でこんなにも変わるものなのか。あのあどけない少年はどこに行ったんだ。いや、それより切断された足はどうして。目が覚めた時には元に戻ってたんです。君はまだ先が長いから心配していたのだけども、私の腕なら構わない。私のようなハンターがこれまで怪我をしなかったことの方がおかしいだろう。なんたる偶然、あの日のメンバーが集結すると。水篠さん、ずっと探してたんですよ。あ、それは。よう、ハンター同士の恋愛？今日参加する大役服役者の方たちです。今回は監視課の道角もレイドに参加しますので、ご安心ください。今回はこのメンバーなのか。それじゃあ、行くとするか。監視課の道角大成と申します。あいつらは僕が監視しますので、ご安心ください。誰が先頭に立ちます？私が行きましょう。水篠君、私がリーダーをしても構わないか。はい、もちろんです。ありがとう、また機会をくれて。あの日私のせいで11人も亡くなったが、君のおかげで6人が生き残った。全員を守ることができなかった私の責任は大きい。生き残ったハンター6人を代表して言わせてくれ。真淵さん、真島君も不満はないね。私がリーダーをしても好きにしてください。いつも素手で戦っていたというのに。言われてみれば確かに変わった。外見だけでなくオーラまで。一方で水木さんはゴブリンにすら怯えるほど心の傷が深いようだ。うむ、分かれ道だ。難易度が思ったより低いんで3つに分かれません。そうしましょうか。俺たちは左に行きましょう。ボスはこの先にいる。普通にしていても経験値は上がらない。だからボスを倒したい。今はそんなことよ。さっきのあいつの方が気になる。この程度なら相手できる。このまま無事にレイドが終わればいいですね。無事に終わるだろ。最弱兵器が来たってことはこのダンジョンはランクが低い。よし、決めた。俺も水篠の兄ちゃんに頭を下げ謝罪する。オタクも引っかかってんだろ。俺たちは逃げたんだ。ハンターとして働く大の大人が仲間を捨て逃げた事実はなくならねえ。これからもハンターを名乗りたけりゃ過ちは認めることだ。時間がない、急ぐぞ。
ブリンは子供レベルの体格と知能だが、待ち伏せて奇襲してきたりと厄介な相手ではある。もちろん人間のガキに武器を握らせても同じく厄介だろうがね。お前たちは今から100匹のガキどもに遭遇する。それも飢えていて、お前たちの肉という肉を食い尽くすだろう。お前たちはそいつらを殺せるか。あ、やるしかねえだろう。ここから出たらハンター課にはこう報告しよう。お前たちはここで100匹のゴブリンに遭遇したと。おっとおっと、ガキどもがしくじったようだ。苦痛を与えてから殺してくれと頼まれているのに、こんな早く行かれちゃ困るだろ。まあ助けを請う姿は見物だったがな。どうする？ガキはお前を殺したくて仕方がないんだとさ。助けてくれ。ん？な、何？ああ、道が繋がってたのか。ボスの部屋に続くのは一番左側の道ね。おかげで迷わずに済む。予定は少し狂ったが、こうしてまたダンジョンでお会いするなんて、なんだか不思議ですね。そうだな。まさかこのメンバーでまたレイドに入るとは夢にも思わなかったよ。そういえば、あれからダンジョンは初めてなのかい？はい、ダンジョンは。ダンジョンブレイクの招集はあったんですけど。ああ、都心の真ん中で起こったダンジョンブレイクか。はい、そうだったんです。どう見ても押されていたのに、誰かが遠くから鉄拳を投げて魔獣を倒したんです。それは、一体誰が？忽然と消えてしまって。妙だな。マウイさん、悲鳴がした方に行きましょう。わお、早いじゃん。こうなったら作戦変更だ。全員殺すんだけどな、こいつらみたいに。マシマさん、あなた、そろそろハンターやめてくれない？パパ、パパはどうしてハンターなの？パパは他のうちのパパよりも強いの？ D 級以上の覚醒者は5000人中に1人しかいない。俺も分かってる。ハンターである前にただ一人の夫であり父親だと。だから俺は死ぬわけにいかねえんだ。どうして真島さんにこんなことを？さあ、一種の災害だ。ある日ゲートが開き、魔獣が人を襲う。いいシナリオが浮かんできた。逃亡を企てた囚人どもが弱いお前たちを先に殺し、僕に背後から襲いかかる。しかし B 級の僕に勝つには力不足じゃないか。そうしてこのレイドで僕一人が生き残る。どうだ、完璧だろ？ゴミだな。君に勝てる相手じゃない。私が行く。相手は B 級、 C 級の私に勝ち目はないだろう。ところが暗殺タイプは防御に弱いという欠点がある。魔法を一つでも命中させることができれば。水木さん、肉体強化魔法をかけてくれないか。魔法使いにとって肉体強化魔法は逆に疲れさせるだけの不要なバフスキルだが、今の私は剣士だ。魔法系ハンターは暗殺系ハンターを相手にしたところで不利なだけ。剣を握ったのはいい選択だったかもしれない。だけど結局は魔法系だ。剣を握ったところで何の意味がある？どうしてハンターの中に魔剣士がいないのか、少し考えればわかるはずだ。魔法使いごときが
暗殺系ハンターの速度についてこれるわけないんだよ。ゴーッ！忘れたか、そこら辺の奴らとは。僕はそもそもランクが違うのか。苦痛なく行かせてやる。これでどうだ。この老いぼれ狐か、死ね。またあんたか、何者だ。水志の島 E 級だ。 E 級そんなバカな。あんた力を隠してるだろ。なんでこんなことをするんだ。怖い顔すんなって。僕にだって事情がある。被害者の親に頭下げられたら断れないだろ。今日のことを誰にも言わないでいてくれるならこのまま返してやる。でもその終わりに先輩としていろいろ教えたそうな顔してんじゃん。さあ楽しもうじゃないか。まあ好きにしろ。虫けら大使の巻き添えで死ぬなんて哀れなやつだ。お前もかわいそうなやつだ。ええ、お前も今日ここで死ぬのだ。面白いものを見せてやる。隠密、姿、音、匂い、そのすべてを消す。もう体を休ませないと。これを目の当たりにし生きて帰れた人間はいない。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。なんだよこれ。なんだ、目の前を覆うこの闇、やつの影帽子なのか。何、なんだと。ハンターとは幾度となく死を見届け生存を勝ち取る生き物だ。負けた僕が死ぬ。この法則は至極当然のこと。あんた一体。俺も自分の正体が気になって仕方ない。秘密王騎も立ちが悪い。もし戦うたび強くなるハンターだとしたら、俺がどこまで強くなれると予想する。あんたの影帽子は闇とつながってるよ。その闇の深さだけ強くなれるだろう。確かに前とは比べ物にならないほど強くなった。だがどういうわけか。ありがとうございました。君がいなかったら私たちは死んでたよ。先に行っててください。俺はダンジョンを封鎖してから行きます。まさか一人でボスを。無事に戻ってきてくださいね。スキルを吸収できるだと。生きているのは知っている。なんで死んだふりしてんだ。一角も残酷だな。急所を避け切られた生態が物語ってる。お前のような道角以下のクズ、わざわざ連れて帰るわけないだろう。オッケー、次は攻撃隊を募集しよっかな。ランクの低い下級ハンターでも構わない。集めるならお金に困ってそうなハンター中心に選んだらいいんじゃないか。うちに所属しているだけでも日給はもらえるわけだし、僕は水篠さんさえいてくれればそれでいいです。
道門が殺人を請け負い罪のないハンターまで殺そうとしたという証言が事実なら意図的にダンジョンをクリアしたのか。何か隠蔽したい事実がそこにあったということか。お久しぶりです。少々お聞きしたいことがありまして訪ねてまいりました。単刀直入にお聞きします。 B 級ハンターである道門を殺したのはどなたですか。これ以上は再覚醒したことを隠せそうにない。私です。 C 級のあなたが一体どうやって。彼女がいるではありませんか。 B 級ヒーラーの水木ハンターが。なるほど、仲間の協力があり B 級に勝てたということですね。だが道門はうちの課も手を焼くほどのやつだった。片腕のない C 級が勝てるだろうか。水篠ハンター、この間の右京隼人攻撃隊全滅事件、右京隼人の弟右京正人ハンターがあなたたちを狙っているかもしれません。くれぐれもお気をつけください。水篠さん、こちらがうちの攻撃隊です。ああ、怪我人にアル中患者だよな。子供も紛れ込んでる。私もれっきとしたハンターなんですけど。今日皆さんに来ていただいたのは法律上 C 級ゲートは10人のハンターが必要だからです。皆さんはここで待機していてください。あの二人大丈夫なのか。ケツの青いガキどもが世の中舐め腐ってやがる。お、うまく逃げてきたようだな。違う、逃げてきたんじゃない。ゲートが閉じ始めた。嘘だろ。ボスを倒したのか。次はどこ。ここから1時間くらい行ったところですよ。何、 C 級ゲートの参加許可に2500万も使ったのか。諸菱建設会長の次男だそうです。水篠俊、二重ダンジョン事件の生存者。D 級ハンター諸菱健太、 E 級ハンター水篠俊、今言った二人のことを調べ上げてくれ。あんなスキルも隠し持ってたのか。水篠さん、また強くなったような。もうウェアウルフ程度なら簡単に倒せるようになった。なんだなんだ、どうなってんだ。誰ですか。おじさんたちは仕事中なんだ。邪魔しないで帰りなさい。私もハンターです。え？はい。攻撃隊員を置いて自分たちだけで潜ったのか。水篠ハンター、私の勘が正しければ久しぶりの大物だ。隊長が出てくる。全員移動する準備を。あの水篠ハンター。なんだ、また教会からか。はじめまして、白虎ギルドの第二管理課課長、宍戸幸四郎と申します。白虎ギルド。単刀直入に申し上げましょう。諸菱建設の2倍をお約束いたしますので来ていただけませんか。ああ、それより僕のことは誰にお聞きになったんですか。消えた。振り返らないで。悪気があったわけではありません。誰かが C 級ダンジョンを買い占めていくので調べていたというだけです。このことはあまり人に知られたくないんですよ。部下にもしっかり口止めしておきます。ありがとうございます。うちが C 級を独占しご迷惑をおかけしていたんですね。うちが予約してある C 級ゲート参加許可を3つお売りします。わかりました。おいくらですか。一つあたり3000万です。せめて2000まで下げていただけ。いいでしょう。
それでは3つ譲っていただけるんですよね。それとこれ差し上げます。口を開けていただけますか。嘘だろう。私のことを信頼していただけていると考えてよろしいでしょうか。秘密を口外しない限りはですけどね。珍しいじゃん。スカウトに失敗しただけでなく詐欺に遭うとは。誰だ。なるほど、そうきたか。侮れない人だ。水篠ハンターの番号が手に入ったんだ。今回はこれでよしとしよう。さて始めるとするか。転職クエスト、面白そうだ。やっとこのゲーム本格的に始動する兆しが見えた。難易度不明、回復不可、途中退場なし。今回のダンジョンはかなりのリスクが伴う。クリアするまで外に出れないみたいだし、マナは大切に使わないと。で、そういや今日まだデイリークエストやってないし、日付が変わるまでに出れるかな。疲労も回復したし、そろそろ次のステージに進んでみるか。これだけレベルが上がったのに全く見当がつかないんだよな。この扉の向こうにいる奴がどれほど強いのか。鎧をつけてたもあんなに速いのか。これまで違う。想像以上に強敵だ。だがその探検は超度不可能だ。はい、もっと深く。勝てたのはまぐれだろう。アイテム一度に4つも。報酬の格が違う。このタイミングで帰還石が出てきたってことはクエストはまだ終わってないってことなのか。だよな、今ので終わりなわけがない。B級ハンター水篠俊、お前は所詮その程度さ。ただの向こう水な身の程知らず。黙れ。なんだよ、クエストが終わるのか。どうやらお前をここで死なせたくないみたいだね。じゃまた会おう。
ここはペナルティーゾーン。そういや、今日デイリークエストまだ終わらせてなかったよな。ナイスタイミング、おかげで助かった。ストア、疲労は回復しても体力は回復しない。ここでならレベルアップで HP を回復させられるんじゃないだろうか。コンディションは最高だ。ペナルティーゾーンではレベルアップすると体力が回復する。ポーションも使えるし、あと3分で転職クエストに戻されるのか。ストア、もっと強力な武器が必要だな。あった、これならさっきよりは戦いやすくなるはずだ。あとはこれだ。マナが不要なスキルか。効率はかなり良さそうだな。これが最後のチャンス。今準備しておけるのはこれくらいか。あとは運に任せるしかない。帰ってきたのか。たった数時間で数がバカみたいに増えてんじゃん。本当に終わったようだ。やっと転職できる。与える？選べるんじゃないのか。おそらく攻撃力の高い戦士や速度を活かせる暗殺者、あるいは体力を評価されタンク系になるかもしれない。なんだよこれ。これが俺の職業。魔法系ネクロマンサー、影を背負った魔法使いとそれを追うアンデッド軍団。あ、拒否できるんだ。いいえ。隠し職業？ネクロマンサーの職業体験みたいなシステムがあればいいのに。この魔法使いたちはネクロマンサーに似た力を使ってたよな。魔法使いたちと違って俺は戦闘能力も兼ね備えている。優れた戦闘力を持つ魔法使いに軍まで率いることができたなら、上級ダンジョンを一人でクリアすることもできるかもしれない。命令語か。起きろ。死んだ相手なら召喚できるってことか。もし A 級や S 級の影を抽出することができるなら、こいつを従えることができたら、騎士団長高潔のイグリッド、高機能。いなくなったやつの椅子なんか守ってないで。目の前にいる
俺を守ってくれ。起きろ。お前は今日から イグリッドだ。お待ちしておりました。ああ、じきじきに出迎えてくれるとは何事だ。 S 級ハンターの来日に監視課が同行するのは当然のことではありませんか。ご滞在はいつまでですか。用が済んだらすぐに帰る。わざわざ捨てた祖国にお越しになったのは E 級ハンター水城俊と D 級ハンター諸菱健太に会うためでしょうか。ザ・監視課だな。知ってることをわざわざ聞いてくるなんてよ。お前ごときがこの俺を。与えられた任務を忠実にこなしているだけです。これだから俺はお前が好きなんだ。 S 級ハンター右京雅人、そしてその兄である右京隼人は無数のハンターをダンジョン内で殺害し置き去りにした疑いが持たれていた。人を殺すことに一切罪悪感を感じないようだ。クズどもが。水篠さん、どうぞ。はじめまして。葵さんは心優しく成績優秀で本当に素晴らしい生徒です。お兄さんはハンターをされているそうですが、無理を承知で一つお願いがあるのですが、実は葵さんのお友達に覚醒者判定を受け学校を辞めようとしている生徒がいるんです。どうか卒業はするように説得していただけないでしょうか。朝比奈凛という女子生徒です。まさか先生が紹介してくれるハンターってお兄さん。どういうことか知りませんが、ハンターを辞めるつもりはありません。心配すんな。辞めろって言いに来たんじゃない。じゃあ何しに来たんですか。君を立派なハンターに育ててやる。お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。新入りハンターの訓練現場を見学されたいだなんて驚きました。ちょうどタイミングよく C 級ゲートが開かれました。喋ってないで早く始めましょう。遠足に来たんじゃないんです。あの人は上原優馬ハンターという A 級の新人ですが、機嫌を損ねたようです。今回の攻撃隊は A 級から C 級までトータル12名です。 C 級ゲートに A 級と B 級を投入するのはやりすぎのように思われるかもしれませんが、ランクが高くても新人は新人ですので。簡単にクリアされたら意味がないんだが。いや、むしろその方が気づけるかもしれない。 E 級ハンターがダンジョンではいかに無力かということに。ではそろそろ始めるとしますか。やっと潜るのね。お兄さん行きましょう。君の後に続くよ。課長、ゲートが。なんだありゃ。獅子田さん、メイン攻撃隊に電話してください。今すぐ。ここはどこなんだよ。本当にダンジョンなのか。木の上。アイスエルフ。
完全に見抜かれている。俺たちの中で一番弱い二人を狙うとどうやら歓迎されてはいないようだな。すでに気づいているかもしれないが、ここはレッドゲートだ。お兄さん、レッドゲートって何ですか？一度足を踏み入れたらボスを倒すか、ダンジョンブレイクが起こるまで外に出られないんだろう。つまり孤立する。厳しい気候だ。寒さから逃れる方法を探さないとな。トーテムから魔力を感じます。行ってみましょう。トーテムを破壊したら暖かくなってきました。もう目指しながら進むとしよう。それってまだ気配がする。あそこにまだいるぞ。強い奴らだけ先に引き上げたか。トーテムを破壊したら敵の奇襲が止まった。このトーテムはアイスエルフの力の根源かも。完全に塞がってますね。中に入った人数は12名です。リーダーは A 級の上原ハンターで、あとは B 級が7人います。ゲートが A 級以上なら全滅する可能性が高いでしょう。運が良くても 2,3 人出てくるかどうか。あの、実はうちの新人の他にも中に入った人がいるんです。シシド課長が目をつけているハンターですか？いえ、E 級ですが、水篠ハンターは再覚醒者です。再覚醒者ですか？ただの憶測ではなく。憶測です。それなら上原ハンターを信じるしかありませんね。白虎ギルドのお偉いさんがわざわざおいでになるなんてね。スカベンジャーギルドのSQハンター、右京雅人。久しぶりだな、白川。どうしてうちの区域にいるんだよ。面ぐらいは拝ませろっつうんだ、水篠俊。みんなどうして水篠ハンターを。水篠って野郎は白虎ギルドじゃないんだよな。なんでお前んとこの攻撃隊と一緒に潜ったんだ。報酬のいい C 級レードを見てみたいというので。なんだ、そういうことか。なんて言うと思ったか。右京、今すぐその手を離せ。俺に指図すんのか。やるじゃねえか。私も水篠ハンターの再覚醒を疑っていました。魔力の再測定もしましたが、 E 級に間違いありません。右京隼人ハンターのことは非常に残念ですが、水篠ハンターには攻撃隊を全滅させる力などないと思われます。分かってる。ただの口実だ、人を殺すためのな。ここにいたって仕方ねえし、もう行くか。俺は A 級の上原優馬だ。俺の指示に従ってもらう。ここからは二手に分かれて進むことにする。俺と組みたい者は。はい、俺も行きます。お前はダメだ。そこのお前も、お前らもダメ。お荷物は置いていくしかないんだよ。あの、やっぱり私外れてもいいですか？好きにしろ。それじゃあ俺たちはこの道を行ってみる。それなら俺たちは森の方に行こう。上原優馬は矢が飛んでくるのに気づきもしませんでした。あなた E 級じゃないでしょ。ノーコメント。この人きっと A 級だわ。ひょっとするとそれ以上かも。ストップ、ここから先は入ってはいけません。どうしてですか？あれが見えないんですか？ここは熊の縄張りです。だから進むんです。私の話聞いてました？死にたいんですか？熊の縄張りなら熊にだけ気をつけていればいいってことじゃないですか。アイスベアの数が多いということは熊を狩る魔獣がいないってこと。生き延びたいのならついてきてください。お兄さん、マジで何者？君は俺が連れてきたから責任持って守ってやる。
その代わり何も聞くな。皆さんもお願いしますね。あれはアイスベアだ。やっぱり森に入ってくるべきじゃなかったんだわ。私が気を引いてる間に皆さんは逃げ、何するんですか。魔獣は俺一人で倒します。経験値を稼ぐチャンスだ。今の俺ならどの程度通用するのか。上級ダンジョンの魔獣だ。試してみるか。やっぱもらえる経験値も全然違う。バカだよな。はい？あれ見ろよ。さっきのところでおとなしくしてりゃよかったのに。この森はアイスベアの縄張りだ。あの E 級じゃ全員死なせるに決まってる。ちゃんとした教育も受けてないでしょうしね。受けてるわけがない。 E 級が。待て、あっちはほとんどが C 級で B 級までいたのに、俺はどうしてあいつがリーダーだと思ってるんだ。アイスベア数匹くらいどうってことない。食用に蓄えておきましょう。出だし好調です。何言ってんだ。森を抜けるまで油断できないぞ。俺がいなければ今頃お前らは全員クマの餌になってたことだろう。畜生、戦闘がかなり厳しくなってきたな。まさか A 級の俺が判断を誤ったのか。そんなわけないだろう。俺は白虎ギルドのエースだぞ。くそ、こんなところで死んでたまるか。他の奴らはみんな死んだのか。必ず生き残ってあいつより優秀なハンターってことは証明してやる。嘘だ。この俺が敵に攻撃を許すなんて、そんなはずない。俺は白虎ギルドのエリートとなる男だ。トップになるための特殊教育まで受けてきたというのに、一体どうしてこんなの認めてたまるか。食料さえあれば。食料問題は俺が悪いんじゃない。いや、隊長である俺の責任だ。俺は隊長。ゲートに入った途端アイスエルフなんて。ダンジョンでは何が起きるかわからないって言われてきたけど、レッドゲートは予想外のことばかりね。あの人 E 級ハンターって言ってなかった？ E 級であんな簡単に魔獣を倒せるものなの？そういえば飛んできたあいつエルフの矢を掴んだのもあの人だった。あの人きっと A 級だわ。ひょっとするとそれ以上かも。許すなんて。大丈夫。食料さえあれば。一体何がどうなってんだ。弱いお前らがどうして。装備があるのを黙ってたんだな。自分たちだけで使うために防寒具さえあれば、いや飯さえあれば余裕で倒せたのに。お前ら、上原ハンター、うちの攻撃隊は食料と装備がなくて全員やられたというのに、何のんきに火を囲ってんだよ。誰がこれを隠してたんだ。装備を独り占めして仲間を死に追いやったのかって聞いてんだ。3つ数える。さつきさん、
1、2。今宮だけだ。自ら俺の攻撃隊を避けたのは。犯人はお前か。3、4。仲間を死に追いやったのはどっちだよ。コブまで連れてきやがって本当にいるのだな。クズの中にも使えそうなのが。俺らのことをクズって言ったんじゃないだろうな。お前、我々の言葉を話せるのか。お前に紹介したい奴がいる。お前と戦いたいと言っているんだ。で、面白い。一体何者だ。どうしてお前たちは人間を殺している。後ろにいる人間どもを渡せ。そうすればお前には手出ししない。質問に答える気がないってことか。それとも断る。数では圧倒的に不利だぞ。不利。不利ってどっちが。悪あがきしやがって。果たしてそうだろうか。最後のあれ、水篠の声に間違いない。殺す。久しぶりに闘争心に火がついたぞ。やら、死ね。ユーリット、最初から想定していたのか。いいものを見たぞ。無駄だ。起きろ。まさかそいつで勝てるとでも思っているのか。そんなわけないだろ。面白いじゃないか。お前から切り裂いてやる。つまらない相手だな。消えろ。こっちの番だ。強い野郎だ。お前自慢の兵士ってこの程度だったのか。お前の兵士もお前を倒せば消えるはずだ。決着はついた。ふざけるな。まだまだ。言ったはずだ、決着をついたと。レッドゲートが開きます。人が出てきます。今宮ハンター、上原ハンター、君なら。松浦ハンターに矢田ハンター、水篠ハンター。ゲートが消えました。まさか生存者は皆さんだけですか。下級ハンターだけが戻ってきただと。帰ろう、家まで送る。お待ちください、少しお聞きしたいことがあります。今日は疲れましたので。我々は今回9人ものギルド員を亡くしました。責任者としていくつかお話を聞かなければなりません。残りの3人を助けたのは俺です。責任者なら先に礼を言うべきじゃないんですか。失礼しました。
申し訳ございません。私にあんな態度を見せるとは大した度胸だ。お気をつけて。お疲れ。今はこの探検でよしとしよう。もしもし、朝比奈さん、迎えに行くからマンションの前で待ってて。朝比奈さんってもしかして。わざわざすいません、瞬間。おはようございます、隊長。あの後少しは寝れた。一睡もできませんでした。瞬君は寝れましたか？俺は横になったけど、あんまり。夜一睡も疲れた。水篠さん、朝比奈さんは未成年です。だったら。あ、いえ、何でもありません。これからの計画は？簡単な筆記試験を受ければギルドマスター免許が取れるんで、それ持って父に話をしてみるつもりです。水篠さんはこれからどうするんですか？しばらくは連絡つかないと思う。水篠さん、僕のこと面倒に思ってるなら正直に言ってください。諸菱君、俺のことどう思う？僕には兄が一人います。兄弟で何かをしたことってあんまりないんですけど、水篠さんが僕の兄貴だったらなって思います。それなら今日からお前は俺の弟だ。水篠さん、ハグしてもいいですか？おい、いつの間にそんな酔ったんだよ。大きな事故があったようですが、詳しくご説明ください。上級ハンターが亡くなったにもかかわらず、下級ハンターが生還したというのは本当ですか？何かご存知ですか？事故が起きたのは事実です。助力者は確認できませんでした。質疑応答は以上とさせていただきます。助力者、今のって俺のことだよ。諸菱ギルドを任せてほしいだって？そうなんだ、父さん。静かに、お入りください。レッドゲート事件の生存者の一人、松浦良平ハンターだ。あの日誰がいたのか息子に話して聞かせてやってください。はい、高校生くらいのハンターと水篠俊ハンターがいました。私が実力あるハンターに興味を持っているということは知っているはずだ。協力者がいたという噂があるのだから調べないわけがない。お前の攻撃隊のメンバーの票の中にもその人物の名があった。違うか？その通りです。でも僕に諸菱ギルドを任せてください。ふん、分かった。お前にギルドを任せてみよう。え、なんで？お前が言ったのだろう、外部の人間にギルドを任せるのは危険だと。その水篠というハンター、うちに連れてくることができるか？頑張ってみます。報道関係者と来たら。なんで携帯の電源切ってるんですか？マスコミが静かになるまで隠れていようと思っての。ああ、レッドゲート、俺も DFN でニュース見ました。今 DFN なのか？実はこっちでビッグニュースが一つあって、一週間前に DFN からハンター協会にこっそり連絡があったんです。どんな件で？カナン島レイドに参加したハンターの指紋を受けたいっていう内容でした。4年前カナン島に現れた S 級ゲート、3度の作戦が全て失敗し、結局カナン島を見捨てたじゃないですか。4年が経った今も
アリがうじゃうじゃしてますし、あれ新種が現れたみたいなんです。新種？でもどうせ関係ないだろう。それが島の外に出てこれちゃうんです。海の向こうまで飛んで。あいつら恐ろしいまでの進化を遂げてます。ワシントンに戻ってくるや否やこんなことが起きるとはな。面白い。おい、魔獣じゃないって言ってるだろ。ゲートから出てきたものはたとえそれが何であろうと警戒すべきだからな。ダンジョンで一遍死んだのか、アンデッド。いいや、ダンジョンで死んだ人間はあんたみたいにまた生き返って戻ってこれるってことか。死んだらもう戻ってくることはできない。ダンジョン、ゲート、魔獣、あんなのは本物の戦争の前触れに過ぎない。俺はその最悪の災いを防ぐために来た。その最悪の災いって何なんだ。それは言えない。よくわかんねえが、人数は多い方がいいだろう。数を集めたところであの力の前では無力だ。あんたにしか防げねえってか。ハンター時代にはまあまあ活躍してたみてえだな。生まれる時代も重要だってことだ。家族は聡子さんっつー嫁さんとガキが二人。娘の名前は覚えてるか。青い。息子はシュン。なんだその殺気は。副局長、避難してください。こいつは魔獣です。あんたの息子のこともよく知ってる。あんたの息子は死んだ。遺言があればあの世にいて自分で伝える。早く鎮圧しろ。S 級同士の戦いでこの程度で済んだのは。ああ、一瞬だった。ミスター右京が負けた。被害の拡大よりも早く。